受胎告知協会の外観受胎告知協会は、イスラエルのナザレにある教会で、マリアが聖霊により受胎した旨を天使より知らされるのを記念した教会である。なお、この教会の名前に習った受胎告知協会が世界中に建てられている。受胎告知協会は、ナザレのカトリック教会の伝統で受胎告知が行われた場所に建てられている。 聖教会の伝統では受胎告知はマリアが水汲みに一体度で行われたとしていて、ナザレうちの少し離れたところに聖教受胎告知教会が建てられている。最初期の受胎告知教会はローマ帝国内でキリスト教を公認したコンスタンティヌス一世の母親である聖ヘレナの指示で四世紀に建てられたとされていて、その意味で聖誕教会や聖墳墓,墓教会と時代を 同じくしていた。この教会は7世紀にイスラムの侵入により破壊された。二代目の教会は十字軍の時代の1102年にタンクレードにより建てられた。この教会は完全に修復には至らなかったことが1909年の発掘でわかっていて、1187年のサラディンがヒッティンの戦いで勝っている。しかしサラディンは フランシスコ会が統治で礼拝を続けることを許可している。そして1260年にはマムルーク朝のバイバルスによりこの教会は破壊された。時代が経って1620年にはフランシス会がナザレに帰ることが許されて聖なる洞窟をカバーする簡単な教会が再建された。1730年によりしっかりした教会を建てる許可が出て、 この教会はその地域のラテン語を使ってミサを行う人々の格好の集会場になった。この教会は1877年に再修復されている。この教会は1954年に建て替えのために壊されて、現在の教会堂はイタリア人のジオバンニムツヨの設計で、1964年にパウロ6世により聖別され、1969年に 完成している。現在の教会堂は、中近東で最大のキリスト教聖堂と言われていて、地界と一階からなる二階建てとなっている。地界へ降りていく階段からは、地界の正面に受体告知を受けた洞窟が、正面隅にあり、そこで小規模なミサを行えるようになっている以外は、大きな空間である。一階は大規模なミサが行えるところで、内部壁面には、 各国から寄せられた聖母マリア関係の絵が飾られていて、日本の長谷川悪か及び彼の弟子たちによる日本画風モザイク、花の聖母子もある。受胎告知協会受胎告知協会なざれ、受胎告知協会。ありがとうございます。